皆さんこんにちは。手話ジャパンプロオーディオ部門ディレクターの沢口です。手話ジャパンが主催する第2回ラベリアマイクロフォンセミナーへようこそ。このイベントはですね、日本舞台音響家協会および、特定ラジオマイク運用調整機構、様の、講演をいただいて、開催をしているセミナーではございます。こういう状況ですので今回はオンラインでの開催となりますが、皆様の、お役に少しでも、立つようなセミナーにできればと思っております。では日本舞台音響家協会理事長の渡辺邦夫様の方からご挨拶を預かっておりますので、どうぞ。ご紹介いただきました日本舞台音響家協会の渡辺邦夫です。手話ジャパン主催のラベリアマイクテクニックフォーシアター2021は昨年に引き続き2回目の開催となります。私からは協会の紹介も兼ねてご挨拶をさせていただきます。日本舞台音響家協会は前身の日本演劇音響効果家協会と日本 PA 技術者協議会が合同して2010年に発足したプロの舞台音響家が集う団体です。現在は400名を超える個人会員と手話ジャパンなどの音響機器メーカーも含む50社の団体会員が所属しています。2018年には公益社団法人となり、舞台音響家を目指す若者やアマチュアの方々にもためになるセミナーを年に 3,4 回程度開催していますので、ぜひご参加してください。入会も随時受け付けております。さて、協会の紹介はこのくらいにして、今回のセミナーのテーマとなるワイヤレスとラベリアマイクについて自分との出会いを短めにお話しします。プロの音響の世界に飛び込んだのは1973年、日比谷にある帝国劇場で修行を開始しました。当時のワイヤレスマイクの周波数は 40MHz 帯、8波から10波ぐらいのワイヤレスで、演劇や日本版のブロードウェイミュージカルなどの公演を行っていました。まだワイヤレス用のラベリアマイクはありませんでした。その後ワイヤレスは400メガ帯の黎明期となり、1987年に日本で公演されたレ・ミゼラブルや1992年のミス・サイゴンなど、ラベリアマイクとともに、マルチチャンネルのワイヤレスとして、発達してまいりました。この頃から現在に至るまで、周波数帯域は変わっていますが、ラベリアマイクの発達ということもワイヤレスマイクの歴史の中ではかなり大きい比重を占めていると思っています。ラベリアマイクについて言えば、ボディもしくはフェイスにつけた状態で音色がしっかりと出るということを追求していると思います。これは我々ユーザーも、それから、製造側であるメーカーも、そのことに気をつけているのではないかというふうに思っています。また、その黎明期でもある1987年のレ・ミゼラブル、それから、1990年代にかけてですね、かなり、そのラベリアマイクの性能について、我々、現場の人間とメーカーの中でのやり取りがあり、そのデータをもとにして、メーカーも開発をしていったということで、かなりの発展があったというふうに記憶しています。これは、単純に言えば、マイクケーブルであるとか、それから、コネクタであるとか、
そういうところで、頻繁に、故障していたものを強度を高めたり、それから、部材を変えたりということで耐久性がかなり上がってきたという記憶があります。今ではシュアーから水や汗に強くトラブルもないラベリアマイクが開発され製品化されております。先ほどお話をした、1990年ぐらいのワイヤレス黎明期のラベリアマイクでは、俳優の汗とか、もしくはメイクをした後のスプレーであるとか、そういうものがマイクヘッドにかかったりした場合にトラブルを起こすことがとても多かったのを記憶しています。我々ユーザーの、厳しい注文、とんでもない注文、そういうものを、すべて受け止めて、それを開発の目標に生かし長い、時間をかけて、製品化するという、メーカーと、それから我々プロフェッショナルユーザー、とのつながりがあってこその、製品だというふうに、思っております。この後に行う、セミナーではですね、このワイヤレスマイク、それから、ラベリアマイクについて、多角的な角度からお話があると思いますし、もう一つステージ側で使うワイヤレスケアについてもさまざまなノウハウが語られると思います。ぜひとも、このセミナーをご覧になり、自分たちの、これからのワイヤレスケアにも生かしていただきたいと思っております。それでは当協会加藤明より全体セミナー、ワイヤレスシステム進化する技術変わらない音源をお聞きください。おはようございます。私は日本舞台音響家協会に所属しています加藤明と言います。今日はシュアージャパンさんからラベリアマイクについて話をしてくださいということでしたので、私の経験をもとに今日はお話をしたいと思います。私がラベリアマイクという言葉を初めて耳にしたのは1973年舞台音響の世界に足を入れて数年経ってからのことです。エレクトロボイスの PA バイブルという本にラベリアマイクという記述がありました。写真を見ると胸からマイクを通して講演をしているといったものです。このラベリアマイクのラベリアっていうのが胸首飾りということは知っておりましたが、女性のエヴァ・ラビエールっていう方がファッションとして首周りの装飾につけてラベリアと呼んだということは最近になって知りました。マイクの形が大きさも含めて首飾りに似ているのでラベリアマイクという名前がついたと思われます。日本ではネクタイピンとかそういったものを想像するのでピンマイクあるいは仕込みマイクという呼び方をしています。このラベリアマイク、これができたことによって使用者の動きを自由にする、手を自由に動かすことができる、あるいは移動することができるということができるようになりました。この自由に動けるということは、コンサートの中でも今では当たり前のようにワイヤレスマイク等をつけて
やっておりますが、楽器につけて演奏するということは、当時はまだ、なかったと思われます。私が、1981年、テナーサックスの巨匠ソニー・ロリンズのジャパンツアーをサポートするにあたり、この、ラベリアマイクというものを初めて、使いました。そんなことを、交えながら、お話をしたいと思います。マイクロフォンが一番最初にできた原理は、カーボンマイク。このカーボンマイクというのは、炭素に電圧をかけて圧力によって、抵抗が変わるといった原理を使ったものです。この炭素棒から無塩炭素粒子を使ってマイクロフォンを作った人が、トーマス・エジソンだと言われております。またいろんな方がカーボンマイクの開発に、当たっていたと思います。この大きなマイク、これに対してラベリアマイク、これは画期的なことだったと思います。私が、写真で見たのはこのゼンハイザーの、MD-214 だったような、記憶があります。この写真にありますように、電話の交換手が胸からマイクを、吊るして使う、あるいは、シュワー社のモデル530、これは胸から吊るして使う方法とスタンドにつけてスタンドマイクとして使う、両方できるようになっていたようです。このマイク、スタンドにつけたマイク、これから解放されるということは、パフォーマンスをする上でおいて演奏する上でもとても重要なことです。コンサートでは舞台上に設置されたスタンドマイクの前で歌う、あるいは司会をするというのは常でした。このスタンドマイクに向かって歌う喋るということを、ハンドマイクで自由に動いて歌うことを世界で初めて行ったのがフランク・シナトラと言われております。今皆さんがご覧になっているこの写真は1962年フランク・シナトラが日本に初めて来た時に日比谷公園の野外コンサートで行った時の様子です。この手を自由にする、体を自由にする、このことが私にとってまさか楽器につけるということが現実に起きたということは、とっても私の人生の中では思い出に残ることです。それはソニー・ロリンズが1981年に日本に来日したときに、プロモーターの舞台監督であるテリア・フミオさんから、ソニー・ロリンズが演奏中に舞台を上下に動く、楽器を大きく振る、マイクが役に立たないので何か方法はないのかということを相談されました。この当時に日本では小型マイクといえばソニーの ECM50P、 あるいはプリモ社が作った PC20 というバイオリンにつけるマイクロフォンです。こういったものはスピーチあるいは弦楽器等に使うためのマイクロフォンです。ソニー・ロリンズの演奏するテナーサックスのように音圧の高いものに耐えられるのかということがちょっと心配はされました。この写真は81年の時のポスターになった写真です。この時の録音がカセットに残っておりましたので、皆さんちょっと聞いてみてください。
いかがだったでしょうか。この写真の右側にあるものは晩年後年宮崎公演で台風で中止になった時の、本人が波立つ海に向かってサックスを吹いている時の様子です。とっても印象的だったことを覚えています。私が、採用しました、ソニーの ECM50P 最大音圧は 126dB と、カタログには書いてありました。この 126dB が当時、サックスに耐えられたかどうかは非常に、不安な部分はありましたが、先ほど聞いていただいたように、何度か、耐えられたと思われます。ソニーロリンズは2年に1回程度日本に来日しております。この写真では1986年東京厚生年金会館で読売交響楽団とジョイントしたテナーサックスとオーケストラのための協奏曲の時の様子です。この時にはもうすでに ECM ではなくて他のマイクロフォンを使っております。1997年来日の時にソニーロリンズがマイクの調子が悪いということで日本で調達してくれないかという要望がありましたので、この時はシュワーの SM98、 本来はドラム用でしたがグーズネックタイプであることと小型であるので、これを紹介して日本ツアーを終えて、これをしばらくは世界ツアーでも使っていたという話を聞いております。このラベリアマイクを楽器につけるということは当時ではジャズプレイヤーではほとんどスタンドマイクの前で演奏してたスタイルだったのですが、ロリンズは舞台を上下あるいは前後ですね、あるいは楽器を振るということでとてもダイナミックな演奏を しておりましたので、このマイクを選ぶということは、とても重要なことです。ただちょっと残念なのはなかなかテナーサックスのふくよかな音が、マイクから、拾うことができない。クリップで楽器の近くに装着してありますので本来のテナーサックスの豊かな音が取れないという悩みが、ありました。この写真は1997年5月中野サンプラザでの、様子です。この時は NHK の BS で、収録が入っておりましたので番組として全国に放映されました。写真でご覧のように、SM98 がついております。有線ですので当然パワーサプライがつながれておりますが、舞台のモニターの横に、マイクケーブルを8の字にして、置いてあります。演奏が終わると本人がマイクケーブルからパワーサプライを抜いて、舞台袖に、立ち去るという状況でした。先ほど、お話ししました厚生年金会館での、コンサートの時に、ワイヤレスマイクを使ったらどうだということで、舞台監督と本人含めて、リハーサルを行ったことがあります。残念なことにこの時は音圧に耐えられない、あるいは、電波が離調するということで非常に不安定なため本人が嫌がって諦めました。後から舞台監督に聞きましたが
いろんなところでワイヤレスマイクを使っていたようですが、演奏中に音が途切れるということで非常にワイヤレスマイクのことを嫌っておりまして、舞台監督からワイヤレスマイクを使うということはこれからは考えないでくださいということを伝えられたことがあります。ソニー・ロリンズにはトロンボン奏者のクリフトン・アンダーソンがいつも同行してきました。彼は、このもう1997年それ以前から、トロンボーンの専用のマイクを使ってワイヤレスマイクで音を飛ばして演奏しておりました。この AMT のマイクはベルに装着するのではなくてトロンボーンの円錐状になっているところにクリップで止めてあります。おそらくベルの振動を取らないようにしていると思われます。ワイヤレスのトランスミッターは本体のところに装着してあります。ワイヤレストランスミッターは持ち込みでしたが、当然日本の電波法に適してないのでこの時は国内のトランスミッターに取り替えて演奏をしてもらいました。2010年、ソニー・ロリンズの最後のツアーでしたが、この時に本人がワイヤレスマイクを持ち込んできました。この時に見せてもらったワイヤレスマイクがサムソンの AH-1 というシリーズのものだったと記憶しております。単三電池一つで駆動でき、トランスミッターとマイクが一緒になってベルに装着するという画期的なものでした。ただ、アメリカ製ですので当然国内では発砲できませんので、この時は、有線マイクで演奏をしてもらいました。その後いろんな雑誌を、調べましたら、アメリカではその後、AMT と思われる同じような一体型のものの写真が、掲載されております。パフォーマンスとマイクロフォン、ラベリアマイク、これを楽器につけたときにサックスの音色、これをいかに取るか、とても大事なことです。まず私たちがマイクロフォンと人の能力、これについて、考えてみたいと思います。マイクロフォンは人間で言えば耳と一緒です。遠くの音を聞く、あるいは天敵であるか仲間であるか、音を選びます。この選ぶ効果、これを皆さんご存知のようにカクテルパーティー効果と言っておりますが、聞きたいものを選択して聞きたくないものを無視をする。実はこのマイクロフォン、これは、必要なものを私たちが選んでお客さんに聞かせる、そのために単一指向性というマイクの指向性があります。必要な方向にマイクを向ける、目的の音と他の音を差を大きくして聞きやすくするといった役目を持っております。この単一指向性のマイクには近接効果という、マイクに近づくと低音が持ち上がるといったことがあります。距離の変化で音量と音質が同時に変化する。言い換えれば、ふくよこさ。近づけばふくよこさ、離れれば痩せた音ということができます。もう一つ、音の性質、マイクの性質で、解析現象というものがあります。これは、高音では音の直進性がありますが、低音は指向性がないので、回り込んで音がマイクに入るといった性格です。これらのものを理解しながら楽器に装着した時のラベリアマイクをどこにつけるかといったポイントになるのではないかと思います。マイクの指向性は皆さんご存知だと思いますが、無指向性、単一指向性、総指向性ということで、無指向性については
背面正面どちらともダイヤグラムが反応します。一方単一指向性では背面からの音はキャンセルされますが正面からの音はダイヤグラムが反応します。この時に低音の指向性のない音は後ろのポートから入り込む、この音が正面の音と時間差がありますので位相差となって低音を持ち上げるといったことがあります。この近接効果、これはうまく利用すれば、カタログにありますように 200Hz 以下から徐々に持ち上がってまいります。音楽で言えば、ヘ音記号オクターブ下ですね、この辺の周波数になるかと思われます。ですからマイクの使い方の上手い方は低域すなわちオクターブ低い音の歌を歌うときには近づける、高い音の歌を歌うときは少し離すといったマイクの近接効果をうまく利用している方もいらっしゃいます。ここで私が長年やってきましたリード楽器であるサックスあるいはクラリネットについてちょっとお話をしたいと思います。音源となるリード、音程を決めるトーンホール、それから音を放出するためのベル、大きく分けるとこの3つになります。リードで音を出す、トーンホールで音程を作る、言い換えればトーンホールでは楽器の持つ最低音あるいは音程となる気音になります。リードで発せられる音は倍音となります。この2つがベルから放出されてそれぞれの楽器の音色になります。楽器は形によってそれぞれ音色が全部違います。複雑な構造の中からそれぞれの楽器の特徴が現れます。まずクラリネットの、ちょっと音を聞いてみましょう。続いてアルトサックスです。続いてテナーサックスです。聞いたようにそれぞれ音色は違いますが、このテナーサックスのかすれたような音が、どこから出るのかなっていうことは私もちょっと未だによくわからないのですが、これをマイクでうまく取る、このことについてこれからそれぞれの音の出るところを別々の録音したものがありますのでそれで聞いてみましょう。先ほど言いましたが、リード、トーンホール、ベル、この3箇所から、録音したものがありますので、聞いてみてください。まずリードの音です。
された音のベルの音を聞いてください。いますが、少しマイクの位置を変えた録音を聞いてください。場所によって音が随分違うことが分かります。マイクのセッティングの基本は楽器あるいは音源の広域の指向性とマイクロフォンの指向性を合わせるということが基本になっていますが、楽器の場合は音程という気温、それから倍音、音を華やかにする、あるいは輪郭をつける、この2つを表現するマイクの位置、これを探すことが大事です。また先ほど言いましたが、解析効果によって低域についてはマイクに入りやすいのですが、狙うところによっては倍音と思われる高い音の方が強調されることになります。サックスの持っている豊かさを選ぶか、音の通りを良くするか、マイクの位置によって随分変わります。今度は同じリード楽器でもストレートになっているソプラノサックスと、それからクラリネット、この
同じようにベルの音とトーンホールの音を聞いてみてください。このトーンホールの録音については、この今写真にあります。あと今日現物を持ってきておりますが、このような AMT 社のベルを狙うマイクとトーンホールを狙うマイクが一つのアタッチメントについております。この音を聞いてみてください。まずベルの音を聞いてください。今度は、トーンホールとベルが複合された音です。続いてソプラノサックスを聞いてください。次にトーンホールとベルが複合された音です。
随分と印象が違う音色が分かります。この音色については感じ方が人それぞれです。音響家がいいと思っても演奏者の方が変えてくれということもあります。大事なことはこの楽器の出る音を理解しながら操作をする、ミュージシャンの方をコミュニケーション、ミュージシャンとの方とコミュニケーションを取るということがとっても大事なことだと思います。次にですね、テナーサックスを、リード、トーンホール、ベルと別々に、取ったものを時間で、足していきますので、参考に、聞いてみてください。いかがだったでしょうか。私たちがこのマイクで撮った楽器の音、これが舞台で演奏されるときにお客さんにいろんなイメージを与えます。それは音響だけではなくて照明、演奏、道具、いろんなものが一緒になって表現されます。今年の3月に、クラリネットのソロの曲で有名なムーンライトセレナーデ、これを スイングバンド竹豊という愛知県のビッグバンドの方に演奏してもらいましたが、その時の、録画がありますので、見てください。演奏者の動きを邪魔をしない、ここのシーンでは、ありませんでしたが、別なところではクラリネット奏者が大きな月に向かって演奏するという、演出もありました。次にフラメンコの公演でカホーンに、ワイヤレスマイクをつけて公演をした時の、ことをちょっとお話しします。まずちょっと映像をご覧ください。この時に、使っていたマイクがワイヤレスマイクでしたが、
下方の中に2つのマイクを入れました。1つは単一指向性、もう1つは無指向性。これは何でかというと、私がこの下方の音を輪郭のはっきりしたタイトな音にしたいということで、近接効果のない無指向性のマイクを選びました。リハーサルを行うに従い、演奏者の方からもう少し低音の豊かさが欲しいという要望がありました。イコライザーで低音を持ち上げるのではなく、単一指向性の持っている近接効果、これを低域に使えないかということで、2つのマイクを中に入れてミュージシャンと相談をしました。スピーカーの環境によっては少し分かりづらいかもしれませんが、無指向性のタイトな音と単一指向性の持っている近接効果の音をお聞きください。続いて単一指向性のマイクの音を聞いてください。実際の会場ではもっと響きのある、あるいはスピーカーが大型ですので低域がもっと豊かな音のイメージになっていました。先ほどのリード楽器の時にもお話をしましたが、音色については音響だけでは決められないといったことがあります。単一指向性と無指向性の特性を知ることで楽器の持っている特徴、あるいはミュージシャンからの要望、こういったものを表現するといったことが大事だと思います。このラベリアマイク、それとワイヤレスマイク、この両方を使うことで、次に見ていただきますが、本番の途中に下方の奏者が位置を変える、あるいは、ギター歌の人、カンテですね、この人たちが移動する、こういったことについてラベリアマイクとワイヤレスマイクを使うことで演出の幅を広げることができます。もう一つはこの公演の場合はミュージシャンがカビ手に並んでいますが、2部ではホリゾントの前に横一列に並ぶ演出がありました。本来ですとマイクを2箇所に設置する、そのことでサウンドチェックをする、モニターのチェックをするといったことがありますが、今回はミュージシャンにつけたマイク、楽器につけたマイクが全て一緒ですので、サウンドチェックあるいは転換の時間を短縮することができました。
ラベリアマイクの利便性、楽器につけたときに固定されてしまいますので、私たちはその楽器の持っている特徴、マイクの特性、これを理解した上で使用して演出の幅を広げるといったことが重要です。1981年から2010年までソニー・ロリンズのジャパンツアーをサポートして行ってきましたが、最初にサックスにマイクをつけた時のことを考えれば、今は性能のいいラビリアマイクが開発されてきました。ラビリアマイクとパフォーマンス、ラビリアマイクと音楽、どちらもお客さんに感動を与えます。1981年から2010年までソニー・ロリンズはマイクサックスに固定したマイクとパワーサプライを引っ張りながら演奏をしていました。彼がコンサート終了の時に必ず行う行為があります。それはマイクケーブルからパワーサプライを抜くといったことです。彼がパワーサプライをマイクケーブルから抜いた、このことでその日のコンサートは終了ということになります。1997年に行われましたジャパンツアーの時の様子を音声だけですが、映像は残念ながらお見せすることはできませんが、音声でその時の様子をお聞きください。ラビリアマイクについて、私の経験したソニー・ロリンズのことやフラメンコでの経験をお話をさせていただきました。本日は視聴ありがとうございました。